はい、やってまいりました。瓦職人のヒーローにインタビューの時間です。この番組は様々な分野の専門家をゲストにお迎えし、暮らしに役立つ情報を発信する番組です。専門家しか知らない情報やツール、ノウハウを聞いていきますので、少しでも生活に役立てていただければ幸いです。また、僕らの本職は屋根の職人ですので、番組中多々舌を噛むことがありますが、現場目線で役立つ情報を発信していきますので、最後までお付き合いください。この番組は屋根と漆喰のことならシュレホームの株式会社シュレホームがお送りいたします。本日のパーソナリティは西島と池田でお送りします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なかなか台風日が終わらないですね。そうですね。1個終わったと思ったら次の現場。そうですね、ありがたいこと、ありがたいことなんですけど、ちょっと今年中にはなんとか落ち着きたいなみたいな。そうですね。ありがたいですね。ですね、前回もなんですけども、ちょっとゲストさんをお呼び少々してたんですけども、ちょっと吟味すぎてちょっと多忙な人ばっかりでして。そうですね、はい、ちょっと来れないっていうのでまた社内でお届けいたします。はい、はい、よろしくお願いします。今日はですね、なんか身内なのに全く話してないんですけど、おとといまででしたっけ、保険屋さんが来てたんですよね、はいはい、加藤っていう僕の、高校時代の同級生なんですけど、で彼がなんか保険屋さんになってですね、なんかいろいろ保険を提案してくれてですね、なんか保険ってなんか、なんですか、イメージなんかあれですよね、なんかお金とりあえずなんかあったらの時に出しとかないとダメですよみたいなプレッシャーをかけられてしぶしぶ入るけど、月々ちょっと切迫 しがちなものじゃないですか。はい。緊張します。緊張します。緊張してない。なんかまあその同級生が勧めてくれた、まあ保険の話何回も聞いたことあるんで、まあいつものことかいなみたいな感じで聞いてたら、なんか結構いいやつだったんですよね。そうですね、なんか単純お金もたまるし、うん、まさかの福利で 11% つくってすごいですよね。なんか考えられないというか、ない、なんか思っていたものとは全く違って即入ることに、はい、そうです。でなんか増えるんですよお金が。なんかしかも途中でやめれるっていう、途中でやめれる、途中でお金引き出せる、かつちゃんと保険になってるっていう。で2年を超えれば掛け捨てには全くならない、うん、掛け捨てという言葉が合ってるか分かんないけど、うん、はい、出したものが全て返ってくる、うん、恐ろしい保険でした。すごいですよね、はい、でまあ最初自分だけやってたんですけど、これ全くデメリットないんで会社でもやってっていうので呼んでですね、みんな見てもらったんですけど、ありがとうございます。いえいえ、ちょっと大手の会社で働いたことがあるので、大手では、あ、そうなんですか。大手でははい、あと某ホテルで働いてる時は、あ、ホテルでそういうのをケアしてくれる。いることがあるんですけど、はいはいはい、まあ、まさかこんな小さい会社というか、まあそうですよね、部活みたいなノリですからね、うん、まず十数名の会社でここまで、はい、ケアしてもらえるとは思ってなかったので、はい、いや良かったです本当に、いい機会だったと思います、はい、ありがとうございます。でですね、保険も良かったんですけど、はい、その加藤に勧められたですね、皆さん知ってるか分かんないですけど、中村文明さんっていう、はい、なんか講演家なのかな、なんかいっぱい会社やってるんで、中村文明さん、何か何や何何さん、いやなんか講演もやってればなんかブライダルもやってれば、うん、レストランもやってれば、うん、なんかいっぱいいろいろやってるんですけど、ま、たすごいこの人いいよみたいなので紹介してもらった動画があったんですよ。ああ、それ見たら100分あるんですよ。あ、でもうちょうどこの間渋滞とかしてて、聞いてたらあっという間に聞けてしまってですね、なんかその内容が結構、今回はその人にフォーカスして、フォーカスして勝手に紹介するっていう。これはあの問題はないんですか。大丈夫ですね、その人大丈夫です、会ったこともないですけど大丈夫です。あ、そうです。でまあちょっと CM 入らせてもらって勝手に紹介していこうと思うんで、はい、一旦 CM で、はい、お願いします。あなたの人生に輝きを、
たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。地域に根ざし毎日笑顔で営業中。これからもお客様が利用しやすくホッとするお店作りを目指していきます。あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄荒城2丁目店は FM ギノア斜め向かいにあります。ドライブに、休憩に、どうぞ。ギノアンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しいギノアンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノアンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノアンヒルズ通りに遊びに来てね。はい、やってまいりました河原職員のヒーローにインタビューの時間です。屋根と漆喰のことなら資料ホームがお送りいたします。はい、はい、中村文明さん、そうです、はい、YouTube もやっててですね、はい、文明金っていう、調べてもらえば文明金、文明金っていう、金はあの漢字の金、微生物の金です。あ、そっちの金、はい、なんか想像してた感じと今一気にあのイメージが変わったんですけどでちょっとこの僕の盛り上がってる感じを伝えれるかが怪しいんで、うん、あれなんですけど、しかもちょいちょい、はい、あ、台本とか全くないんで、はい、ちょっと情報ミスってるかもしれないですけど、はい、まあなんかそんな人っていうのが伝わればいいかなと思ってですね、はい、なんかあのお世話になってる新里さんもそうですけど、あのやたらといろんなことができる人っていうことですよね。そうですね。まあでもなんか今まで会社でこう紹介したり、結構うちの会社って金ないのにめっちゃ人呼ぶじゃないですか会社のためだけに。この間 YouTube 立ち上げた方とか皆さんわざわざ呼んだりだとか、はい、いやなんかそんなことにお金を使ってる会社じゃないですか割と、うん、今回はなんかそのそもそも働くって何みたいなところにフォーカスした人の話でして、うん、はい、で、まあ、どっから話せばいいのかな、なんかまあちょっと生い立ちもちょっと似てたんですよ、はい、なんか自分と、はい、確か三重の人です、確かですね、確か三重の人、三重の人、うんうん、でこの方がですね、その、まあ、普通に中学校出て、うん、で高校入ったのがなんかすごい不良の学校だったらしいんですよ、うんうん、でまあ順調に不良になっちゃって、うんうん、で定額5回とか食らうみたいな最初はタバコだとか、うん、あの盗みだとか、うん、そうなんですか、もう最終はなんか確か女子校のなんかなんですか更衣室を覗きに行くみたいな屋根にドリルで穴開けて、まあ、僕らだとできるじゃないですか屋根にドリルで穴開けて、うん、上から覗くみたいなのやってたらしいんですけど、うん、それがなんかすごいブームになっちゃって、うん、ある時もう気づいたら内緒だぞ内緒だぞってやってたら、ある時50名来ちゃったらしくてそしたらもう逆みたいな話ですけど、うん、女子更衣室の屋根ボーン抜けてえ、それ実は実は公表していい、公表されてる話ってことですか、ね、ですされてるので大丈夫だと信じてます。あ、で下にも40何名女子更衣室のその方々がいてですね、じゃあ半裸の女性と覗きに来た男性で約100名が一気に合流ドーンって死者出なくてよかったです、はい、それでその中村さんのクラスが43名ぐらいいて、うん、38名定額になったらしいです。あ、1ヶ月とか素晴らしいですね、はい、だからもう強制的に何ていうんですか、学級何ですか、インフルエンザとかでもないのに学級閉鎖みたいな、まあ、そんな人だったんですけど、もうなんかもうその時点ですごい興味がでもなんかこのあるじゃないですか、なんか、うん、あ、僕も池田も東京の生まれなんですけど、うん、なんかその中学校行って高校行ってぐらいでだんだんみんななんかアホやってた友達もなんていうんですか、ちょっと勉強とかし始めて、うん、なんかどこどこ大行くからとか、うん、なんか専門学校行くからみたいになって、うん、やっぱ夢がないみたいな、うん、やりたいことは特にないみたいな、あ、そうっすよね、たですね、でなんか、そうですね、周りがどんどんなんか目標を立てていくのに自分はなんかやることもないしみたいな、うん、で専門学校大学言ってもやりたいことも勉強もしたくない、やりたいことがないからそれに向かう道もないんですよね、うん、親にね、それで
何百万って払わせる。そうそうそう、本当にそう、本当にそうなんですよ。申し訳ないし、はい、で、うん、卒業する自信もないしみたいなんで、で僕はもう海外行こうってのでもう途中でほっぱらかして行ってしまったんですけど、うん、で中間さんはなんかそれでお兄ちゃんが東京にいたみたいなのもあって、うんうん、東京に行くんですよ、まあ、それまでの話もめっちゃ面白いんですけど、うん、まあ、いろいろなことがあって東京に行くことになったの18 で、はい、でそしたら、お父さんからなんかすぐ荷物が届いたらしいんですよ、はい、でてっきりなんかちょっと泣かせるようなものだったり、はい、手紙とか来るのかなと思ったら、はい、自分の乗ってた自転車バラッバラに分解されて箱詰めされて送られてきたらしくて、でなんか東京行ってまで自転車盗むなよって書いてあったらしくてしょっちゅうお前盗むからなって、はい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 、東京までお前迎えに行けないからマジで盗むなよっていうので怒られてきたらしいんですよ。あ、まあ、相当やんちゃだった、だいぶやんちゃだった、もうその辺はそう想像してもらえれば、うん、で組み立てて中村さんは東京初東京っすよ、うん、あ、よし行こうみたいな感じで、はい、原宿を目指したらしいんですけど、はい、自転車で、自転車でただ一個問題があってなんかブレーキの部品が足らないか何かでブレーキなかったらしいんですよ、うん、でちょっと怖いからっていうのでゆっくりゆっくりやってたんですけど、うん、東京場所に行ってこう結構アップダウンがあるじゃないですか、うん、ありますね、で上がったり下がったり上がったり下がったりしてたらまあまあスピード出ちゃったらしくて、うん、でシャーって言ってたらなんか博物館みたいなのが見えたらしいんですよね、うん、それでなんか門が開いてたんで、はあ、あ、なんか近く近所知っとくために博物館行っとこうと思ってもう止まんないんでシャー行ったらしいんですよで一瞬ちらってその門の横に人が二人立ってたのが見えたらしいんですけど、はあ、まああんま気にせずシャーって行ったらサイレンうーなってもう緊急事態緊急事態みたいなそこの自転車止まりなさいみたいになって、うん、でも止まれないじゃないですか、止まれないですね、そしたら四方八方から人がバー来て、うん、取り押さえられたの取り押さえられて、でライフルとか持ってたらしいんですよ、うん、で捕まった場所が防衛省っていうアメリカで言ったらペンタゴンっていう、素晴らしい、ね、アメリカだったら死んでましたよね、うん、運も実力のうちって言いますけど、実力のうちかなりの実力者ですね。で中間さんの実家、三重の実家出るときにお母さんからまあなんか一応応援してくれたらしいんですよ、はい、お母さんは、はい、でなんかでもまあ自由奔放に生きたらいいけどでももう人に迷惑かけることだけはやめなさいって言われて、はい、で行ったその次の日にもうすでに防衛省で取り押さえられて、でしかもですよ、逮捕で、いや逮捕はなかったですけど、とりあえず取締役室連れてかれて、貴様って言われたらしいですよ本当に。 まあでも お父さんのせいでもあるっていう、まあ、ブレーキ入れてなかったですからね、ですよね、はい、でそれでいろいろやられて、名前は言えるじゃないですか、もちろん自分の名前は、はい、でも住所聞かれても昨日来たばっかなんで自分の住所なんて分かんないじゃないですか、はいはい、で住所答えれなかったら住所不定、不定ですね、住所不定かって言われて、でもうしょうがないから親御さんに聞くしかないねって言われて、お母さんあんだけ人には迷惑かけるなって言って次の日防衛省がかかってきて、しかもなんか出だしがもうなんていうんですか、今から答える質問には国家命令だと思って嘘なく答えてください、わかりましたかみたいな出だしでお母さんワンワン泣いて、危ないですみたいな人で、すっごい不運なのが、で防衛省終わりましたと、で無実なのが分かったんで出れたんですけど、もうこのブレーキ壊れた自転車怖いなと思って押してたらしいんですよ、そしたら今度前から警察来たらしくて、はい、でも警察っていうイメージ、なんか僕らももうなんかちょっとやんちゃとかしてると嫌なイメージしかないじゃないですか、うん、で警察が前から来た時点でなんか普通にしよう普通にしようと思ったらなんかわけわかんない動きしてたらしくて次また報道されるんですよ、出て30分後に今度報道されるんですよ、でお父さんの送ってきた自転車登録されてなかったんで、あーはーはー、でボンズお前盗んだだろうって話になってでいやいやこれをうちのお父さんがみたいな話をしたら、うんうん、盗んだ人はねみんなそう言うんだよってもうで共演ですねお父さんとの、やばいっすよで今度は警察連れてかれて、うん、で同じくらいで
住所控えとけばよかったけど控えてなかったんでまたやっぱ言えないから、うん、親にまた電話されるわけですよ、うん、でお母さん防衛省かかってきたその2時間後ぐらいに今度警察から電話かかってきたかわいそうですねお母さんは。お父さんは自業自得ですけどね、はい、でそんな人で、うん、もうそんな出だしの人なんですよ。あははは。不運の中の不運だったんですけど、うん、でもそっからの展開が面白くてですね、うん、そっからなんか警察の人にその防衛省の下りの話をしたらめっちゃ受けたらしくて、うん、でそしたらなんかまあなんか縁だからっていうので、うん、なんか困ったことあったり来にくいかもしれないけど警察署来なさいって言われたらしくて、うん、で仲間さん友達いないんで毎日のように警察署行ってたらしいんですその人の警察官に会いに、はいはい、で可愛がってもらったりしてたらしくて、はい、でまあ働かないとっていうのでなんか午前中土木作業して、うん、で夜はドーナツ屋で働いてみたいな、はいはい、まあよくあるパターンですけど東京でできてみたいな、うんうんうん、でもそれでこう働いてても何のために東京来たのかなみたいになってくるわけですよ、うんうん、でなんかそれで警察官の人に紹介してもらった焼き鳥屋が来たのがあって、うん、で紹介できたのでなんかいろいろ身の上話してたら、はい、焼き鳥屋の店長にこう気に入られて、はいはい、なんかもしあれだったら食器洗い夜手伝えば余り物壊してやるよみたいな、ほう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 、でなんかもう常連になってって、うん、そしたらなんかその中村さんの師匠に焼き鳥屋で出会う日があるんですけど、はい、この話がですね僕としてはめっちゃヒットして、はい、なんかいつも通りなんか中村さんがその飯作ってもらって、はい、食ってたらなんか近くにいた席の人が、はい、なんかあんたこの店の息子かみたいなこと言われたらしいです、はい、でいやいやそうじゃなくてこういう経緯でご飯食べさせてもらってるんですみたいな話したら、うん、なんか本当人徳だねみたいな、うん、それがもう師匠なんですけど、師匠中村さんのお師匠さんが熊本の人なんですよ。熊本の人、うん、でもなんかその人もだいぶ変わってて、うん、でなんか焼き鳥屋の店主が物好きでなんですか中村さんのことを紹介し始めて勝手に、はい、でこいつその、まあ、さっきのくだりですよなんか、はいはいはい、5回も定額になっててとか、ああそういうことですね、っていう話をしたらその熊本のお師匠さんが何のために中村くん学校高校行ってたのかみたいな話になって、はい、で急に中村さんも何のためにとか言われると困る質問じゃないですか、うん、分かんなかったりしますね、はい、まあな、まあなんかお母さんも行けって言ったしみたいな、うん、なんかいろんなことを言ってたらなんか そんな格好つけた説明するなやみたいな話になってきて、うん、ちょっと説教っぽくなってきたらしいですよ、うん、でどうせみんなが行くから行くみたいな感じになったやろみたいな話になって、うんうん、でそっから今度はなんかじゃあなんで東京来たのかみたいな話になってて、うん、まあいるじゃないですかなんかめんどくさい居酒屋の、うんいますね、常連みたいな、うん、そんなノリでこういろいろ話しかけられてきたらしくて、うん、で何のために東京とか言われてもまた困るわけじゃないですか。そうですね。でそれで目標がなければ目標がなければ、うん、でなんかお兄ちゃんもいたしみたいな話してたら、うん、いや なんとなく来たんでしょみたいな話になってて、うん、そしたらなんか初めて会った人になんか仲間さんもこんなズケズケ言われてちょっとイラッとしたイライラし始めて、うん、で挙句の話になんかじゃあ今の仕事を何のためにやってるのみたいなのを、うん、お師匠さんから言われて、うん、なんかまあ答えれないじゃないですか、うん、でこんなだったらねみたいなあんたなんとなく高校行ってなんとなくいいものあるかと思って東京出てなんとなく仕事してなんとなく好きな人できてなんとなく結婚して、うん、なんとなく人生終わるんじゃないのみたいな言われて、うんうんうん、中山さんまあそうだなとは思いつつも、うん、もうイライラしてるんで、うん、じゃああなた何のためにまあとりあえず何者なんですかみたいな話から始まるんですけど、うんうんまあ、この、まあ、中村さんっていうかこの師匠の話がすごくてですね、うん、でこのなんか師匠がですねそのまあ、まずなんか中村さんが年齢聞いたらしいんですよ、うん、46ぐらい見えたんで、うん、まあなんか経営されてんのかなみたいな、うん、年齢いくつなんですかって聞いたら26だったらしくて全然違う相当老け顔の、うん、でそれで何やってる方なんですかみたいな聞いたらいや軽トラで野菜売ってるよみたいな野菜
でてっきり経営者かなんかだと思ったんで、うんうんうん、もうその時点でもう何ていうんですか、ちょっと見下す感があるじゃないですか、うん、なんだよお前今までなんかいろいろ言ってたくせに、はいはいはい、みたいなでただ今俺今一番人生大変な時期だからみたいな話で、うん、そっからお師匠さんの話が始まるんですけど、はい、でもまあこの師匠めっちゃ頭いいんですよ、はい、で熊本の、まあ、早稲田の出なんですけど、はい、熊本のなんかその予備校みたいなところ、うんうん、でなんかもう頭のいい人しか入れない予備校みたいなのがあって、うん、でも高校の時からもうビジネスやるビジョンがあって、はい、この人のビジョンがすごくてですね、うん、なんかまずその、塾の OB 会のその OB 会ってあるじゃないですか、うん、のなんかその連絡帳を見て一件一件電話してたらしいんですよ、はい、っていうのは東京行ったらみんな頭いい同級生ばっかりなんで、はい、東大とか早稲田とか、うん、まあ、マーチ系だったらみんな入るんですよ、はい、だからバイトで時給いいからってあの家庭教師みんなやるわけじゃないですか、はいはい、そうですね、だからそれを束ねたら一気に経営者になれると思ったらしくて、あーは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 ー、でそれでお客さんを集めないといけないけど東京につてがないからっていうので OB 会の連絡帳を一件一件出まして、あーで OB 会って言っても今もういい年なんで、うん、もうそれこそ政治家になってたりとか、うん、医者になってたりとか、社長とか、社長とか、うん、もう出世コースの人ばっかりなんですよ、うんうんうん、で高校校であの家庭教師やろうと思っててみたいな、はいはい、ただ全く人脈ないんでできたらお会いできませんかみたいなの言って、はい、もう高校の時からなんかも東京通って、はい、人脈作ってて、うん、でじゃあうちの息子見てみたいな感じで、はいはい、もうお客さんばーいたんですよ、でそれで塾の子たちが次々早稲田東大兄弟、まあ、兄弟は違うか、あの東京の関係の方の大学受かった時に、うん、もうその時から声かけてるんですよ、んその時からもう声かけてて、はいはい、あのこんだけお客さんいると、うん、でどうせ行ったら家庭教師するんでしょうみたいな、うん、でうちでやったらガンガン時給上げれるよって、なんでだ、なんでかって言ったら親こういう人だから医者だからとか、はい、みんな食いつくじゃないですか、はい、だから入学式の時にはもう100名ぐらい従業員いるんですよ、おーやばいっすね、お師匠さんの中で、で急にもう社長になってて、大学1大学1日目からにして大学なんで19か18、19、うん、でもう社長になってるんですよ、あそれは師匠の話、ね、師匠の話、焼き鳥屋で絡まれた方、そうですそうです、はいはい、その46の見た目だった、はい、でそれでまあ大ヒットして、うん、その後もいろんなビジネスでヒットしてヒットして、うん、もう捨てても余るぐらい稼いだらしいんですよね、はあはあ、で洋服の青山だったスーツもやれベルサーチやみたいな、うん、あまり着たいかどうかは別にして、はい、まあ高級なブランド、はい、高級なものになってって、うん、時計もガンガン80万買ったと思ったらもう気づけばもう800万とかになったらしいで高級車も、まあ、スケールたいかどうかは別として、はいはいはい、そうですね、そういうスケールですよ、うん、スケールがすごいですよ、はい、でとりあえずなんか認められるからっていうので、うん、ガンガン買ってたらしいんですよ、ね、はいはい、で東京のそのタワーマンションの一番なんていうの、上に住んで、上の階に住んで、はあ、まあいわゆるもう成功者みたいな、セレブですね、セレブみたいな暮らしをしてたらしいんですよ、うん、でそれでもう贅沢の限りをやったらしいんですけど、はいはい、そしたら気づいたら一緒にやってた従業員が次々辞めてって、はいはい、でお客さんの紹介もなくなって、はいはい、気づいたらズルズルこけ始めて、はいはいはい、会社全部潰れて、はいはい、結局何千万の借金が残ったみたいな、はいはい、でそれでお師匠さんが中村さんに言うわけですよ、その話を、はい、あそれがそのあなたは何をやってるんですかの後の下りになったと、下りの話、はいはいはい、この話あの吉祥さんの体験談を中村さんが講演会していて、それを加藤が要約して僕に伝えて、それを僕が今伝えてて超かなりフィルターかかってるではあるんですけど、大体そんな話、そんな感じ、はあ、でそれであの吉祥さんが中村さんに要はその当時の俺はねみたいな話で、うん、そのお金の出口を間違えたんだみたいな話をして、うんうんうん、でみんな入り口ばっかり考えると、うん、まあそうじゃないですか、お金どうやったら入ってくるかなと、ね、入り口ばっかり考えるけど、うんうんうん、本当に大事なのは出口だっていうのに、うんうん、その当時の俺は気づかなかったんだよみたいな話をしてたんですよね、はいはい、で当時でもそのもうお師匠さんはもう
本当にもう地獄の中の地獄を見たらしくて、もうタワーマンションからもう超ボロボロの家に家も変わって、はいはいはい、もう夜逃げするか死のうかみたいな時にお母さんが電話かかってきて、内容が親父が死んだって内容なんですよ。わで、あもうこれやめよう、人生やめようみたいな、うん、もう死のうみたいな感じだったんですけど、一応長男だからなんていうんですか、まあもしもしなきゃいけないからこれだけはなんか出ようって思ったらしいんですよね、うん、でそれで熊本なけなしの金かき集めて熊本行って、で喪主やろうみたいなので、その葬式準備してたら、うん、葬式ってまあ大きくてもまあ大体300人とか来たらまあいい方というか、まあそれぐらいなもんじゃないですか、うん、と思ったら来た人数2000人いたらしくてあれ親父さんは何してる人なんですか？親父さん教員なんですよ。あ、教員で、あまあ東京なんで分かると思うんですけど、普通ギリみたいなのあるじゃないですか、うん、行ってとりあえず名前とお金だけ入れて、うん、あじゃあちょっと用事あるんでみたいな、うん、人ばっかりだったら2000人来ても全然次々さばけるんでいいんですけど、うん、一人一人棺桶の前でワンワン泣くらしくて、あもうパニック状態みたいな、はいはい、あの葬式でパニック状態だったらしいです、うん、もう50とか60の方ってことですよね。いやもう多分もっといってるんじゃないですかね、うん、でその風光景見て、でまあもしとしても挨拶して、うん、大の大人がもうワンワン泣くんで、うん、でそのお師匠さんが喪主として挨拶終わった時に、うん、まあ葬式終わって100名ぐらいこう人がバーって押し寄せてきて、うん、で肩つかまれてこの前後ろグワングワ揺らされながら、うん、あんたの親父に会わなかったらねみたいな、俺の人生おかしくなってたよみたいなとか一人一人こう言われてたら、なんかお師匠さんもなんか泣けてきたのもあれば、うん、なんていうんですか、なんかもう初めてこの親父から生まれてよかったなみたいな話になったらしいんですよね。でなんかそれでそこでなんかなんですか、お師匠さん的にも、うん、もう死のうと思ってたんですけど、うん、ちゃんとこれあのお金返して、うん、もっぱつ大儲けして今度はちゃんと出口考えて、うん、あのしっかりビジネスしてあるみたいな、うん、スイッチが入ったんですよ。それで、まあ、このお父さんの話もまた良くてですね、はい、なんでそんな人徳あったって話なんですけど、ね、そこがすごい気になりますね。じゃあ CM 行きましょうか。はい。というわけで CM でございます。はい。沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。解体工事、防音工事ならお任せください。株式会社アキラでは会社は子供、社員は家族の心を忘れず、人に愛され地域に支えられ、これからも宜野湾市急な G タウンビル2階株式会社アキラ、ご相談は 893-5515。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。はい、やってまいりました。河原職員のヒーローにインタビューの時間です。屋根と漆喰のことなら狩猟ホームがお送りいたします。はいはい。じゃあその師匠のお父さんの、中村さんの師匠のお父さんの話ですね。中村さんの師匠の加藤君から紹介され された中村文明さんっていう方のまたお師匠さんの、お父さんの話ですね、はい、どんどん複雑になってます、はい、あんまもうプランないんで、はい、ただ喋ってるだけなんで、はい、想像してください、はい、想像してくださいお父さんはもうずっと教員になりたかったらしいんですよ。はい。でもまあ、お師匠さんのお父さんが教員になりたいと思った時代ってもう戦後すぐで、もう焼け野原の時代で、大学行くなんてもう本当にごく限られた人しか行けないわけですよ、ね、そういう時代ですね。そういう時代で、うん、でお金もなかったし、でも絶対もう教員になるって決めてたんで、うん、なんとか
節約してバイトしてっていうのをしてお金貯めてたんですけど、もうどうしてもあと半年っていう時にお金貯まんなかったらしくて、お父さんあるやっちゃいけないことをするんですよ。何ですか？会社に巨大なシュレッダーみたいなのがあって、それに左手突っ込むんですよ。何を？左腕を突っ込むんですよ、その巨大なシュレッダーに。はい、落ちるじゃないですか腕。うん、もう何したかったかって言ったら、あの重度の障害者手当欲しかったって話です。狂ってますよだいぶ。マジで。そうまでして教員したいかって思いますけど。え、でそれ本当に手が切れた。本当にやっちゃって、でまあ指1本2本とかじゃ、あの重度じゃないんで、うん、手当ぐらいしか降りないんですけど、うん、それ重度だったら当時も結構長く降りたらしいんですよ、ね、うんうんうん、でそのお金で大学に行ったんですよ。お父様、いや気合入ってますね。だいぶ気合入ってますよ。でも相当後悔したらしくて、うん、そりゃそうですよね。国のお金でやっちゃならんことして入ってみたいな、うん、でそこでなんか毎日お父さんは何のために、まあここで繋がってくるんですけど、うん、何のためにこんな腕を落としてまで大学来たのかなみたいな、うん、そしたらやっぱりあの、まあ、自分の熱意だとかやりたいこととかいろいろ出てきたらしくて、うん、で腕ないってもう毎日気づくじゃないですか、うん、その度何のために何のためにってやってたから、うん、確かに、もうなんかもう意識はめっちゃ高くなってって、うん、で国から頂戴しちゃったお金返す術としては本当に国の役に立つ人、人材を育てるっていうのにもう命かけようみたいな、うん、っていうスイッチでやってたらしいんですよ。あ、まあだからもう想像すればあれですけどね、腕なくす覚悟がある教員が立ってたら、うん、そりゃすごい、まあまあ気合は、気合がやばかったと思うんですよ。まあ戦後っていうのは多分いろんな伝説があったと思うんですよ。、うん、お父様のちょっと普通の気合ではないですよね、うんうん、いや多分だいぶぶっ飛んでますよ。なんか私利私欲でやろうみたいになったらまだ分かりますけど、教員になるために腕捧げるって、うん、しかもその腕捧げて国からお金をっていうので、なんかこうこなんて言うんだろう、あのそういう気持ちになって国に還元しようっていう気持ちが爆発するっていうのもまたすごい、うん、すごいですよね。、うん、でそれでお父さんは、まあ、そういうのがあってもう教え子たちにやってたから、その結果として葬式にそんだけ人が集まったと、うんうん、でお師匠さんがまた中村さんに、うん、まあ、本当中村さんの話というかもうその周りの話ですよねこの話は、うん、でなんか中村さんにいろいろ言うんですけど、うん、でもやっぱりその毎日何のために仕事をしてるのかとか、うん、毎日これは何のためにやってるのかって考える人間が、うん、本当に意味のある人生を生きる人間の、うん、なんか証なんだみたいな話をしてですね、うん、で中村よく考えろよみたいな話で、うんうん、本当にこのままなんとなく全部やっていってなんとなく人生終わって、でその時に葬式になんかちらほらちらほらしか人間来なくて、うん、でなんかお父さん、まあ、息子とかが見るわけじゃないですか子供たちが、うん、はい、でこんな何千人も来たらやっぱり俺は感動したし、うん、死のうと思った人間が明日からテンションマックスになるぐらいの、そんなインパクトがあったと。あ、いい話ですね、はい、だからその親っていうのは、うん、その師匠の理論ですよあくまで、はい、親っていうのはなみたいな、まあ、子育てをいろいろするんだと、まあ、僕も子供2人いますけど、うん、でも最後の最後の子育てっていうのはあの己の死に様を見せつけることだって俺は分かったみたいな。でそれで本当にあ俺は本当に親父の子供でよかったって思われるか、うん、本当にちらほらしか人来なくて生前あんななんやかんや言ってたのに死んでみたらこれかいみたいな人徳なしないなみたいな、人徳ないなみたいな、いいやつだったけど親父人徳はなかったんだなみたいなので終わっちゃうとね、はいはい、まだそれだったらいいですけど、いろいろ言ってたのに結果こんなかよみたいなったらなんだよ親父みたいな、はい、だったらそれ自分の息子自身も自分のこと否定するっていうのが分かったっていう話だったんですよ。確かに、だから中村本当にこのまま言ったらお前そうなるよみたいな話で自分の息子そう思われていいのみたいな話になって、でも中村さんもその時ボロボロ涙出てきてたらしいんですけど、今までなんとなくしか生きてなかったみたいな、うん、でなんか師匠からいろんな言葉、まあ、
初めてですからね、初めましての人ですけど、そこまで言ってもらって、でそれでせっかく生まれた命なんだからなんか見つけよう自分の役割みたいな、そういう話になって、もう中野さんはあ、明日から全部バイトやめますわっていう、あの弟子にしてくださいみたいな話になって、野菜売る人になったってこと。野菜売る人になったんですよ。でなんで野菜売ってるかって言ったら、まああのまあその詳細はよく分かんないですけど、まあ多分また頭切れる人なんで、まあ再三会うなと思ってやってたらしいんですよ。でその師匠と仲間さんが出会った時にあと3ヶ月ぐらいで、多分何千万じゃないかもしれないです、億いってるかもしれないですけど、借金解消終わるっていう時だったんですよ、あと3ヶ月ぐらいで、はいはいはい、でそれで3ヶ月終わったら師匠何するんですかって言ったら飲食店やるみたいな、はあはあ、でそれでバンバンお客さん喜ばして、儲けに儲けて、俺は熊本の地元のためにこんなこともこんなこともやりたいみたいな話を、わーわー言って、で中村さん自分の夢はないけども俺はこの人についていくみたいな感じで、でまあ師弟関係になって、はいはいはい、スタートするっていうのが始まりの話なんですけど、はいはい、もうほとんどラジオそれで今終わりそうな感じですけどあでも結構ホットな話ですね、 かなりここだけでも、面白いと思う、はい、うん、まあ、僕らもなんか屋根屋ですけど、はい、一応なんか建設業である前にサービス業みたい なんかそういう意識でやってるじゃないですか、そうですね、でなんかその自分も なんていうんですかね、 そう思ってたはずなのになんかここまで何のためにとかやってなかったなみたいなのもあって、今ちょっと考えさせられている多分こういうのって普通社内でやる感じですけど、まあまあまあオープンで、ですけどね、はあ、でもまた面白いのがその師匠がいろんなことを教え込むんですけど、俺を本当に信用するんだったらあのこれはやれみたいなのが何個かあるんですよ、はい、まあでも紹介してたら多分終わると思うんで、はい、まあ、一番なるほどなと思ったのが、はい、その頼まれ事は試され事だと思ってやれみたいなのがあって、はい、で1日カウントのあのカウンター持ってやってたらいいけど、ちっちゃい頼まれ事から聞いてたら1日普通人はもう100から200ぐらいは頼まれ事されてんだよみたいな、でそれをもう相手の予想をはるかに上に行くサービスで対応してみみたいな、はいはい、そういう話だったんですよ、それは飲食店で働いてる時の話ってことですね。まだ、働く前ですね。前のもう焼き鳥屋ですまだ。ああ。だからもう条件としてはそれ。ああ。で、あと返事は 0.2 秒でしろっていう。返事遅いやつっていうのはこの話損か得かって考えるから返事が遅いんだと。だからとにかく俺のこと信じるんだったらあの 0.2 秒で返事しろみたいな。それはイエスしかないんですか。イエスしかない。イエスしかない。ただその代わり責任持ってお前を一人前の人間に育てるっていうのが師匠の言葉だったらしいです、ね。おお、かっこいいですね。かっこいいですよね。まあいろいろあるんですけど、とりあえずその2つあれやっててですね。ただそれでの話が面白くて、はい。だから中村さんももともと不良じゃないですか。はいはい。だからまああのそのトラックで野菜も売ってって、まあ結果から言うと野菜売って本当に3ヶ月で借金返して。で気づいたらもう、飲食店もやるんですけど、最初の飲食店もなんか前はホルモン焼き屋さんやってて、店主が首吊り自殺してるところをわざと借りて、安いじゃないですか、で場所六本木かなんかで、あーはーはーはー、で八百屋のノリでやるわけですよ、あーはーはー、でテンション高めのみたいな、あーはーはー、で六本木こんなおしゃれな何ですかおしゃれな感じの街でそういう感じやったのも受けて、あれよあれよという間に5店舗出して、まあ繁盛に繁盛重ねて出してるのも、しかもジントニックとかもうジンも使うものも全部なんですか、腐んないじゃないですか、で1杯800円とかで売ってたらしいんですよね、まあでも東京はそういう値段ですよね、で来る人もある程度お金持ってる人ですし、そしたらもう利益率えげつないことになっちゃったらしくて、で借り入れしたお金あっという間に返して、もう次々展開してって、で結局まあ中村さんもその後もなんていうんですか、あの地元帰らされて、もうやり方分かっただろうみたいな、でやってったらまあ中村さんも成功してみたいな話なんですけど、そこ話すと多分終わるんで、師匠からあの言われた
そのやつっていうのは、そのまあさっき言った、頼まれ事は試され事っていう話が、うん、まあ、小さいところで言ったら、なんか先輩がなんかのその引っ越しの手伝いに行ったらしくて、はい、でまあ先輩じゃないか、もう結構上の人の、うん、でなんかもうくっそ暑い中、あのエレベーターもなしで、なんていうんですか、わかるじゃないですか、アパート4階でみたいな、で汗だらだらで、ようやく休憩ってなった時に親方から、あの5本水買ってこいみたいな、で超遠かったらしいですよ。よくあるパターン、よくあるパターンですよね。でわかりましたって言うけど、普通はドア閉めた瞬間もう何ですか、だるみたいな感じになるじゃないですか。でも師匠の教えがあったんで、頼まれ事は試され事だと、相手の遥か上を行くぐらいのやんなきゃいけないんだなみたいな、見とれよ親方みたいな感じになって、もうザーダッシュしてって、ダッシュで帰ってきて、で汗がなんなら足らないなと思ったらしくて、ジグザグで帰ってきたらしいで、あっダラダラになってて、で帰ってきた時に親方がお前走ったんかみたいな、アホなんじゃないのかみたいななりますよね、はい、でもそっから気に入られて、なんか師匠だけじゃなくて、もういろんな人が気に入られるわけですよ。うん、でも全部のスタンス、頼まれごとそれでやってたんで、うん、中村さんは、うん、でなんていうんですか、もうどこ行っても喜ばれて、 ね気に入られる、好かれる、絶対ですよね。だからもう本当にこれ何の職業やっててもこのスタンスって気に入られる法則だなとは思ったんですけど、うん、確かに。でなんかまあそういう話があって、うん、でまあまあ最後になんかこれは中村さんのセリフなんですけど、はい、まあ今もうちょっとまあ気になる人は調べてもらったらいいですけど、中村文明で、中村文明さん、本当にひげ面のなんかおっさんみたいな、本当おっさんでしかないんですけど、うん、YouTuber の名前は何でしたっけ、文明金ですね、文明金金が最近の金、最近の金ですね、うん、はい、あの微生物の、微生物の方で、はい、でなんかその中村さんの言葉で、なんか自分の才能っていうのはなんかおそらく背中の方の自分じゃ気づかないところにあるみたいな話で、うん、今中村さんは年間300公演以上やってるんですよ、うん、365日しかないのに300公演以上やってるんですよ、うん、で1回90分で何十万もらうわけですよ、うんうん、まあそれだけでもやばいじゃないですか、うん、それ以外にもまあ農業でも成功し、レストランでもブライダルでも成功してるんですよね、うん、でもなんかその中村さんが言ってたのは、でもどれもどのビジネスも自分がやろうと思ってやったわけじゃないと、うん、その最初の八百屋だって師匠に言われた、才能あるよって言われたから地元帰って、あの八百屋じゃないか、その店舗出してみろって言って、飲食店、飲食店もでそれやってったら、あのその身内の中から結婚する人が出て、でブライダルやってよみたいな、でそういうテンションの乗りブライダルやるんでめっちゃ繁盛するようになって、で噂が噂を呼んで、頼まれ事を全力でやりすぎて仕事になっちゃったっていうことですね、うん、で今度なんか障害者の人と出会うことになって、うん、でそういうレストラン作って、うん、障害者しかいないレストランなんですよ。障害者は従業員ですか、お客さん、はい、従業員、うん、でもそういうテンションでやるんで、うん、もう感動を生むわけですよ、はいはい、でそういうことやってたけど結局どれもやろうとしてないと。でもそのストーリーを聞いたある経営者の人が、うん、あの経営者の勉強がやってるから話してくれみたいな、うん、で話したら受けに受けて、この勉強会10年間やってた中で最高に面白かったみたいな、 あんた講演会に向いてるよみたいなで勝手に録音した CD 配りまくったらしくて、その経営者の方が、そしたら引き手余手でもう大企業からいろんなところ行って、で年間300公演と、で1年目で終わるかと思ったら終わんないですよ、ずっとそんなで。で本当に自分で一個もやろうと思ってなかったと、うん、でもなんか本当に才能って自分の見えないところにあるみたいな話で、はいはい、ただ本当にその人を喜ばすことしていったら人が自分の才能を教えてくれるんだよみたいな話をしてて、うん、なんかね、確かにそれを聞いてですね、うん、なんか結構一人で昨日なんか渋滞待ちながら結構なんか一人で涙出てきて加藤の送り迎え行く間になんか涙出てきて、いやなんか単純に耳近ったなって思ったわけですよ。やれ僕らもなんか
建設業の前にサービス業と言っときながら、なんか人工がかかるだの材料費がかかるの、まあもちろん計算しなきゃいけないのは計算しなきゃいけないんですけど、なんか自分の中でお客さんにこう頼まれるっていうのがちょっと億劫なさとこがあったんですよ自分の中で。はいはい、東さんはちょっと別かもしれないですけど、ちょっとぶっちゃけ僕の中でちょっとあったとこがあったんですよ。またかみたいな、なんか、時と場合によるし、その仕事量にもよりますよね、はい、でもなんかもうそういうこと自体なんかどっかで自分で嫌になってて、嫌まではないですけど、喜んでほしいのは確かですけど、なんか追われてる感とかね、はい、でも次の現場とか仕事もありがたい限りあるじゃないですか、ここがこんだけ時間かかったらもうあの次の現場いつ入れるのみたいななんかでもよくよく計算したらそこにかかる経費っていくらみたいな話で、いや全力でやろうよみたいな、なんか単純になんかみっちい人間だなと思ってですね、ちょっと反省する時ありますよね、はい、でもね、っていう反省もあればですね、なんかそもそもそんな経費とかで、なんていうんですか、そんなお願い事で左右される会社自体アウトでしょっていう話で、やっぱちゃんと大きくしなきゃいけないし、はい、なんかそんなのを感じたりとか、うん、あとやっぱゴール、そのお金の使い道、はいはいはい、まあ、僕らも会社で意向収集やってますけど、はい、まあ、今予算を下ろすのでいろいろやってるんですけど、はい、でもなんかせっかくもう僕らよそもんじゃないですか、はい、よそもんで沖縄来て商売して、まあ、瓦業界からはもうなんていうんですか、なんかもうなんかいろいろ言われるじゃないですかいきなり出てきたなんか変なやつらシュレホームみたいなでも実際お客さん比べていいから頼んでくれるわけじゃないですか、ありがたいことに、はい、だからなんかその分なんていうんですか、地元お世話になってるんだったらなんか返さなきゃいけないなみたいなところも感じてですね、沖縄はもうなんか言ったらあれだかもしれないですけど、めっか問題だらけじゃないですか、もう飲酒運転だの子供の貧困率とか見ても、本当に先進国かなとか思いますし、なんかもうどこ取っても問題多いな、この県みたいな、ちょっと内地の感覚と比べたら、ちょっと別じゃないですか。いやもうちょっと全然違いますよね、貧困多すぎだし、だからもうなんかそこにちょっとでもなんかやるぐらい会社の余裕じゃなきゃいけないし、まあ今いろいろあるじゃないですか、アイテムが、はい、ちゃんと儲けてちゃんとそういうところに出す会社っていうのを一個でも増えたら、その県としても盛り上がるじゃないですか、そうですね、あこれやらなきゃいけないよねって分かってたはずがいつ忘れたみたいな、頭の隅にはあるんですけどね、あるんですよね、潰れてなくなってってしまう古民家だったりとか、そういうのをどうにかしたいっていう気持ちとかたまに話してますけど、はい、で、ね、この会社できたのも古民家移築して、まあ頼まれごとなような巻き添え食らったような感じでしたけどでやったるわみたいな感じでやって3年かかりましたからねでもそれがあったからこの会社があって、今生活させてもらってて、子供もなんていうんですか、なんか面倒見える部分稼がしてもらって、いや歓迎しなきゃいけないよねっていうのがですね、なんか単純になんか涙出てきて、はい、加藤を迎えに行った時にこうこのなんかもう正直結構きててですね恥ずかしが言わなかったですけど、中村さんの話からあの師匠の話になって、はい、最終社長の話になって展開になってますけど、そうですね、で気づいたらもうそろそろな感じですよね、あと5分、はい、なるほどなるほど、でもやっぱりそのやっぱお金を稼ぐことは大事だし、会社を存続するためにも思っている以上にお金が必要だと思うんですけど、やっぱお客さんに喜んでもらって、今日の僕のヤンバルの現場もそうだけど、 そうですよね、すごいお客さんが、ね、おじいのために雨漏りを防げれるようになったのは本当に嬉しいんだって今日、はいはい、あの直接言ってもらえたので、あもうちょっとうちの従業員自慢になるんですけど、この隣池田ですね、あの今回の今日やってたヤンバルの現場、あのお花を積んでたんですよね、ヤンバルお花を積んでたんですよ、綺麗なお花があってあの家に神棚があって、その神棚に備える花をヤンバルで積んでたら、その話しかけられたおばちゃん、おばあからいろいろなんかいろいろなことして
ってなんか家で困ったことあったら言ってよって言ったら、うん、困ってるみたいな話になっていただいた仕事で、はい、だったりとか、うん、あと前あったの読谷とかにあのもう瓦の吹き替え工事って言ってもう行ったら瓦もうほとんど割れてるんですよ。まあもう適当な仕事をしよってみたいな感じですけど、でももうそこのなんかおばあがもうおじいが生きてた、おじいじゃなくなってて、おじいが生きてた時代に建ててくれた家なわけですね。そこはでもそのおじいが載せたその瓦を撤去しなきゃいけないと、撤去して新しく吹き替えますっていう時にやっぱ何かしらこのおばあの中にも思い出があるわけじゃないですか。でうちの池田がですねその勝手にその花瓦って言って瓦、赤瓦の一番先頭に来るなんか花のマークがついた瓦、あれをきれいにサンダーで削ってコースターにしてたんですよ。でそれを最後におばあに渡したらもう泣いてましたね、うんうん、もうすごい喜んでくれて。まあでもこの間出てもらったあの荒垣瓦さんの あのコースターがアイディアの元、はいはいはい、まあまあではあるんですけどね。で今日もですね今日収録わざわざ FM ギノワンさん休みなのに無理言って開けてもらって30分遅刻してきたんですけどでまあこの遅れてきた理由もですね、いや請求書を渡しに行ったんですよ、はい、ようやく終わった、はい、あの Y さんのお家、はいはい、 Y さんです、ね、Y さんのお家、はい、1ヶ月かかりましたけど2ヶ月です、ね、請求書を渡すなんて、はい、普通もう1分とか2分、ね、1分とかじゃないですか、はい、で渡したらあのちょっと西島くんいいって言われて中入れられて、やべえなんかクレームかなと思ってこの段階で値下げとかされたらちょっときついなみたいなので、うん、大丈夫ですもう中村文明状態なんで、はい分かりましたもう入ってってで話聞いてたらもう静かにですよ、深々とありがとうって言われていやいやそんなもう当たり前のことをやっただけなんでって話したら、あのな実はなって言って、あの僕らのやつだ今回の現場隣も兄弟だったんですね、その Y さんの兄弟が隣に住んでて、なんか作業入った時からその隣の Y さんがなんかこの僕らに対する視線が冷たかったんですよね。でなんかいろいろ勘違いのクレーム入ったりだとか、まあ僕らのあの手違いだとかもあってのクレームもありましたけど、なんかすごいやりにくい現場だなと思ってたら、まあ、その種明かしをしてくれたんですけど、兄弟14人いて、あの Y さんですね、はい、兄弟14人いて、そうか僕らのが Y さんとの出会いも近くで現場してたら瓦外れてたんで、はい、単純に危ないよって話をしたら、はい、なんかいろんなことがあってじゃあお願いみたいになったんですけど、いやもうあんたがねその瓦外れてるって気づかなかったら今回の台風24号来てたらどれだけ周りの人に迷惑かけてたことか想像したらねヒヤヒヤするよって言われて、うん、確かにもう上がっちゃってる瓦もありますからね、まあまあ偶然というかそのあれではありますけど、うん、そしたらあいやーよかったですお役に立つてって言ったら、で実はね隣の、あのあれあれはもうちょっといろいろうるさかったでしょみたいなで実はもうその返事する前には時間かかったけど、あんたが来た時からもうあんたに頼もうって決めてたんだって俺は。でもなんか兄弟14人いるから、実家なんですよね Y さんの、実家のオステになったら兄弟にも許可取んなきゃいけないから話したら、その隣のエロンさんはこう反対したらしいんですよ、はいはい、普通いろいろ建築の関係の知り合いとかいたりとかね、はい、いたりとか、あと普通は見積もり周りで取ってですね、その安くするのが普通だろうみたいな、損しとるぞみたいな、騙されてるんじゃないかみたいな言われたらしくて、でもう一声、まあ一人だけじゃなく4人ぐらいいたらしいです、そういう兄弟が。それをなんかもう黙れと守礼さんに頼むんだって言ってくれたらしくて、ああそうなんですね。で人を見て俺が信用してるんだから、あのなんかあったら俺の責任取るからみたいな、で工事お願いしてくれたらしいんですよ。うちにしてくれたってことですね。なのでまあそんな経緯を話されてですね、そこまで信用されてるとは思わなかったんで、もうだんだんなんか泣けてきてですね。ああそれもあったということですね、はい、で遅れたんですけどね、まあ言い訳すると、はい、まあでもそうやってお客さんにね誠意を見せれば、はい、あの逆にあの喜んでもらえるっていうことも分かるので、うん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 、そうですね、やばいもう30秒前全然まとまってないですけど、まとまってないですね
これからもシュレホームよろしくお願いします。あのこれからもお客さんに喜んでもらって、そうですね、かっこいい赤瓦を沖縄に残して、はい、まあ赤瓦だけじゃないですけど、はい、やっていきたいと思いますので、はい、あとソーラーパネルですよ、あの皆さん、あのうちで今来年11月まではソーラーパネル、あのほぼタダでできますからね、はい、まあまあいろいろ頼んでもらったら精一杯やりますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあシュレホームがお送りしました。失礼します。はい、失礼します。